ックアウトしよう。強くなりやがって。
の目をさせよう。俺はお前の大切な神を侮辱した男だぜ。私は できないのかだろうな。お前はそういうやつだよ。お前のその甘さが命取りにならなきゃいいがな。フェイトを助けに行こう。別の牢屋が向こうの扉の奥にある。すみませんが、私を少しだけここで一人にさせてもらえますか。一緒にいる人たちは安心してくれ。こいつら助っ人だ。押しかけ同然のな。そうでしたか。皆さん助けていただいてありがとうございます。私の名はフェイト・モリュー。前漁師だったジノの息子です。ジノのおっさんはティベリウスにやられたか。ああ、早速だが頼みがある。統計寮に行きたい。黒十字艦隊を出してくれ。統計寮ですって。なるほど、そういうことか。俺たちはグレバムを捕まえないといけないんです。しかし大丈夫だ、こいつらならやれるさ。それにこの俺もついていくんだからな。ジョニーさん、嫌とは言わせないぜ。一緒に戦おうって言ったらそっちだ。お前がそんなことを言うとは。ジョニー、さてはエレノアのことを。言うなよ、別にそんなんじゃないさ。わかりました。港の方に船を用意させます。本に切るぜ。時間にお前何やってるんだ。あ、バティスタ、ちょっと調べ物が長引いて。まったくグズなやつだな。仕方ねえ、俺も手伝ってやる。お前に任せてると夜が明けそうだからな。
なんだかいろいろと考えてしまって。謝ることはないさ。バティスタのしたことが許されるとは思いません。でも人にも敬虔な神官であり良き先輩だった頃があったのです。それだけは信じたい。こんな私はダメでしょうか。そんなことないよ。フィリアはそれでいいと思う。フィリアは優しいんだ。そうでなくなったらフィリアじゃない。スタンさん、ありがとうございます。よかった。辛い思いをさせてすまなかったな。皆さん、フェイトを助けていただきありがとうございました。それでは私は先に港へ行っています。皆さんの準備ができ次第、港までお越しください。